第106回全国高校野球選手権大会第3日1回戦金足の4から6西日本短大付き2024年8月9日甲子園写真スタンドで投球を見守った兄吉田棋聖金足みのりの先発吉田大輝、2年は7回154球の力投も9安打5失点で降板チームを勝利に導くことはできず 試合後は涙が止まらなかった立ち上がり先頭奥にサゼンダを許すと自身の冒頭で一気に三塁まで進まれ無し三塁といきなりピンチを招いたさらに2番井上に前進守備の三遊間を破る敵地打を浴び1アウトも奪えないまま先制点を奪われたそれでも5番村上を二ゴロ殺に仕留め最小失点で切り抜けると 4回まで毎回走者を出しながらも粘りの投球でしのいだ。ただ、0 1の5回、安打と死球で無満塁とすると、村上の右比で2点目を失い、続く6番、斉藤にも左前的地打、8番、山下にも右前的地打を浴び、この回4点を失った。試合後は真っ赤な目で、3年生の先輩方の台で投げさせてもらって、 自分がエース番号をもらっているので抑えなければいけなかったのに、初回から自分の不甲斐ないピッチングばかりで点を取られてしまって、3連勝に申し訳ないです。自分はまだ甲子園にはふさわしくない投手でした、と涙が止まらなかった。9回の猛反撃には、本当に3年生の先輩方が、お前を負け投手にしないからな、と声をかけてもらって、先輩たちの気合を感じていました。 と振り返り、自分が全部の回にマウンドに立てなかったのが悔しくて、それでも先輩方とか仲間が必死な思いでつないでくれて、もしかしたらひっくり返すんじゃないかと思ったんですけど、自分の不甲斐なさが出てしまった試合で悔しいです、と肩を落とした。準優勝した2018年時のエースだった兄、棋聖、現オリックス、も甲子園を訪れ、観戦。来てくれていると信じて投げたんですけど、 今日は不甲斐ないピッチングになってしまって恥ずかしいです、と唇を噛んだ。そして、来年に向け、どれだけ投げても壊れない体を作って、全試合マウンドを譲らない投手になって戻ってきたいです。甲子園の砂は持ち帰っていません、と固い決意を。